この突然変異のアヒル気もすぎ笑た。かも。かわいい。爪に毒を持ってるやべえやつ。コダックじゃん。カモの端だっけ。中学で習った。なんか哺乳類だけど卵産むみたいな。てかこれ羊毛フェルト作品じゃね。くちばしや水かきが作り物感ある。作り物感半端ないよな、カモの端。最初はカモの端の標本は作り物だとか言われてたんだよな。なおカモの端の赤ちゃん。何わろてんねん。カッパ感。よくわからんが、なんとなく感情を揺さぶられた。キモくはなくむしろ漫画みたいで可愛いが。オーストラリアでしか見られないんだっけか。こいつが乱世っていうの未だに意味わからん。可愛いけどクソ邪魔で草。本能なんか。スケワは。ぬいぐるみが転がり落ちた後おっさんみたいな叫び声上げてそう。ふかふかなもの好きやな。片付けたら敵対されんのかな。可愛いけどペットには向かない。可愛いけどけなげすぎてなんか悲しくなる。これ見て人間はダム思いついたらしいな。水がなくても作るんか。ちゃんと玄関の前に作るんやな。スポンジボブを置いた時に手放す仕草と犬のぬいぐるみが転がった時の挙動がおもろすぎる。赤ちゃんもブサイク。かわよ。ブサかわ。口パッチみたい。カモの端の端の部分がまだ柔らかそう。へそがない。ほんまに卵体性なんだな。見れば見るほど奇妙な動物だ。そんな複雑な生態で野生で生きていけるん。手乗りカモの端とかずるいぞ。毒攻撃はしないんやな。野生を失ってる。毛爪に注意。なでなでして。水の中でも触れるなんて新しい。かわいい。手に乗ってくるとかすごいな。カモの端って人に懐くんだな。このポケモンはどこでゲットできますか。毒怖いと思ったけど、こんなに懐いてるの見ると大丈夫そうやね。というかカモの端ってこんなに人に甘えてくるのか、かわいい。人、なでなで、カモの端、プルプルプル、お腹丸出し警戒心どこだ。新幹線っぽい。あーなんか出っ張ってるし。かわいいよな。アヒルとかカモっぽくもあるし、カワウソっぽくもある。こいつが毒持ってるとは誰も思わんよな。バラにもトゲがある。コダックじゃん。カモの端の端って何の端だよ。カモの端は紫外線で青緑に光る。目的は不明。くちばし、くちばしイコール鉱炭の端。カモの端さん、骨格がプレデター。クワガノンかな。目の部分の穴がちょうどよくかっこいい。生物として矛盾に溢れすぎている。結局こいつって何なんやっけ。哺乳類？両生類？哺乳類やで。人間って素直な骨格なんやね。顔の骨格アノマロカリスやんけ。かっこいい。こういうの見ると恐竜とか絶対もっと違う姿なんだなってなるわ。絶叫するビーバーなんか見ても笑うわ。笑い転げてます。グラウンドホップウッドチャックは口笛のような警戒音。放った時には高いキーキー声で鳴く。ビーバーじゃなくてグラウンドホップだけどな。ストレス溜まってそうだな。とっても面白いですわら。めっちゃ人や。めっちゃおもろいです。思い出すだけで鼻の穴膨らむ。わろた。一瞬響った。もしかして人ではありませんか。びっくりして爆笑。これはやばい。笑い転げてます。落としたリンゴをちゃんと拾いに行くの偉いし可愛い。しりとりかと思ったら違った。どれから食べるのかな。リンゴ落として、ああ待ってってなってんのかわよ。手伝おうか。大阪のおばちゃん感。あもう砂ついちゃったじゃん。もう欲張りさんで可愛い。家族のために必死で運んでると思うと欲深くて可愛い。触ったらあかん、全部ワイのや。偉いなぁ、ご飯運び頑張れ。よいせ、よいせって感じの歩みが大変良いですね。もう可愛いなぁ、おばちゃんがなんぼでもこうたるから、ちょっとずつ持っていき。尻尾ブン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 でケワは。人間と同じでイツクロイとかもらえたら嬉しいよね。いつもお仕事ありがとうやで。見て見て、こんないいものもらったよ。見て、可愛すぎる。ワンコって素直で良いやつよな。こういうニュースだけで溢れるといいな。世界が平和になる。こんなに喜んでくれるなら何でも買ってあげたくなっちゃうな。嬉しいが全身から出てて可愛い。見てるこっちまで笑顔になる。君らの出番が少ない世の中になると良いね。スキップしてて草。これだけ喜んでくれるならプレゼントのしがいがあるよな。やっぱりワンコは最高だな。チワワ初の警察犬、顔つきがいいな。可愛いのに頼もしい佇まい。キリ、ワンワンヌ可愛い。かわよ。いろいろ背負ってる顔しとるわ。小さい体格だけど、やばい決断ができる上官の顔してる。
プロの顔だな。なんか心なしかキリッとしてるな。心構えが違うのか？街の治安はお任せ。警察犬の訓練を受けたチワワだ。面構えが違う。凛々しいな、頑張れー。なんて可愛い犬のおまわりさん。お、これは使命感に燃えるテル顔つきだね。でもね、でもね、骨っこ見せたら普段のデレッとした顔になると思う。公園で犬が滑り台で遊んでた。可愛いやん。登れるんやな。ワイより頭いい。楽しそう。器用やな。尻尾フリフリで可愛い。賢い。楽しんでいる様子が伝わるね、にっこり。一匹目が二匹目の降りてくるのを見守ってる。ものすごい摩擦熱ありそうだけど、何度もやるのは楽しいってことか。母が自作した犬小屋がすごい。すご。お母さん何の仕事してんの？おかん天才でしょ。いいなぁ、うちの子にもこの犬小屋作ってあげたい。本当に100均？お母さんクオリティだとは思えない。100均一でここまで綺麗に仕上げるのすごい、センスありすぎ。完全に匠の作品なんですけど、これは。耐久性もすごそう。引き出しにご飯って賢い。美味しい茶菓子出てきそうな雰囲気。確実にこのワンちゃん愛されてる。心なしか犬が自慢げな顔してる。タヌキの置物とその横のビールが居酒屋感出してるのか。こんな家に住みたいわ。これは可愛い。最高に癒された。実況が興奮しててわろた。コーナーキックやる気満々。ドリブル普通にうまくてわろた。切り返しがうまいな。細かいステップでこねてるのにわろた。選手がボール取りながら撫でてるのがええな。誰が彼からボールを奪えるというのか。ボールを捉える嗅覚が凄まじいな。ワンコかわいい。インタビューまであるのがいいね。インタビューでナンバーワンは俺だと何度も強調してるね。フォワード向きの性格。悲しい顔というより呆然としてる感じ。絵元明らかと思ったわ。覆面かぶってんだろ。悲しそうっていうより恨んでるように見える。おじさん、気持ちを犠牲できそうな表情ではあるけど、悲しそうではないな。何見てんだよって言いたくなる顔だな。バカ殿みたい。人面犬や。妹綾子、悲しいというより諦めの境地になり悟った顔だわ。しょぼん顔を想像したら妹明だった。なんで白塗り。鹿児島の犬、Google の車に大はしゃぎして世界デビューを果たす。グーカワ。めっちゃ追いかけてきて草。野良かな。のどかでいいな。柴犬って思ったより小さいよな。これ鹿児島だったんか草。特定の車の音に異様に反応する犬はおる。黒猫ヤマトのトラックが来ると毎回騒いでたわ。強そう。躍動感に溢れてて草。訓練士のお腹でぴょん、警察犬ポンチョくんが心臓マッサージ。頑張ってた。かわいい、これで助からなくても本望だろう。蘇生は無理だけど可愛いから許す。今は訓練中だけど、いずれは実際に心臓マッサージできるようになるはず。なごんだ。かわいいけど命は助からない気がする。遊んで遊んでいってせがんでるみたいだわ。こりゃ生き返らないとかわいそうだから必死に生き返るだろ。呼吸の確認がかわいすぎ、訓練士さん必死で息を止めてるんだろうな。犬と猫が戦って猫が勝ってたな。猫強いんだな。うちの猫は尻尾で俺の顔を叩くんだよ。かわいい。犬は優しいんだよ。犬も猫も本気じゃないところがいいよな。犬は優しいから手加減する猫はしない。猫パンチがあるからな。まあ通常猫は逃げるけどな。犬のちょこまかした動きが苦手らしい。まあ犬は本気にならず大人の対応なんだろうけど。食事中に不慮の事故が起こった結果、猫が犠牲となる。わろた。めっちゃじわじわくるんだけど。猫下せぬ。マヨネーズかと。拭いた。微動だにしなかったのか。お利口だね。めっちゃマッチョな犬が座ってるように見えた。まあたもふもふマッチョに仲間が増えたのか。ワンダフル。そんなわけないのに、違うのって思った。めっちゃ酒強そう。ムキムキ。動物さんマッチョになりがち。ワンダホー。バーカウンターに座ってること自体が草なんだよな。あちらのお客様からですってマスターが骨を渡してきそう。あちらのお客様からです、プロテイン酒。紳士犬の風格。もう、そうとしか見えない。いい姿勢だな。やだイケメン。
そもそもどういう状況なん？なんかキッモ。一日の疲れが飛んだ。かわいい。昔は珍しい可愛いと思ってたけど、一度バズってからちょいちょい見る座り方、多分猫界で流行ってる。体操座りみたいだね、可愛い。家の哲学者。何か変ですか？って顔してるわ。胸とかお腹の毛の膨らみで変に見えるのかな？何はともあれ可愛いのは正義。最初の頃のドラえもんってこういうデザインだったけど、藤子 F 先生に近くにこういう猫がいたんだろうね。バーベルあげそう。なぜみんな猫というのか？これはフクロウだ。いや、あれ？招き猫適性高そう。宅配のお兄さん、変わった猫ですね。お腹の中に子猫隠して温めてるみたい。なんかどこぞの壁画に出てきそうなフォルム、遠目から見たらツボだわ。うちの猫の階段の振り方、わざわざ手すりから降りるか？滑りゲー。あざとい。最後の落ちるところまで可愛い。スケボーの技見て真似したのかな。階段下で待って受け止めたい可愛さ。可愛い可愛い。普通に降りた方が早そう。サスケ出場に向けて鍛えてんだよ。体格にもよるが、四足歩行の生き物が下りの階段降りるのは結構しんどい。小学生がやってそうだけど、うまいこと降りてるね。最後の必死可愛さで 10.00 が出ました。可愛い。人間の子供も手すりで滑り台ごっこするよね。おっかなびっくりで可愛い。きちんと後方確認下方確認してるのがすごい。幼少期によくやるやつ、猫もやりたくなるんだね。あらまあお上手。こいつ滑るぞ。思いっきり跳ね返ってて草生え変わるわ。かわよ。増えた。一生懸命飲もうとしてるの。かわいいかわいい&かわいい。好き。バカな子ほどかわいいんやで。ペロ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 。水嫌いなくせに蛇口の水は頭突っ込んで飲みたがるかわいいやつ。かわいいにも程がある。いい加減にしろ。真剣そうな顔なのも良い。目線は凛々しいのに。そこは、おでこです。アホかわいいとか天使か？一応、飲めてるんやね。